だからなんかちょっと夜一人でコンビニへとかも怖いですよね、一人暮らしだったら。ああそうですね、なんか後つけられたりとか怖いですよね。うん、普通にまあ身の危険とかもそうですけど、かっぱらいとかあり得るじゃないですか。うん、特にそういうなんか通り魔的な犯罪が起きた後とか怖いですよね。怖いですね。やっぱ生きてる人間が怖いですよね。うん、そうですよね。やっぱ話通じない人もいるじゃないですか。なんか最近増えましたよね、そういう人。やっぱちょっとそういう人と遭遇しちゃうと、やばそうだから嫌だなっていう感じですかね。確かになんか変な因縁つけられて、そう、いやめっちゃそれが怖い、それほんと怖いですね。ありますよね、電車がだから多いですよね、そういうこと。あ、なんかそういえば言ってましたね、なんかおじいさんでしたっけ、電車でなんかひどいこと言われたとか、なんか、あ、だからあのよくいる優先席譲りおじいさんですよ。なるほどね。いやでもなんかよくよくツイッターとか見てると、やっぱ同じような被害に遭った人とか多いみたいで、やっぱただなんか空いてたから座ってるだけなのに因縁つけられたとか。まあなんか言いたくてしょうがないんでしょうね。うん、私なんか心理学ので見たことあるんですけど、はい、怒る人はその事象に怒ってるんじゃなくて、怒るきっかけが欲しいから。あーね、そうかもしれない。なんか見つけたらもうそれを木にバーッと爆発するみたいな。そうですよね、怒んない人は別に何見ても別に怒んないですもん。そうですね、それに本当にその事象で怒ってんだったらこっちが、あ、ごめんなさいって言えば終わるのに、そういつまでもなんか言うやついるじゃないですか。そうだからせっかく見つけた機会や獲物を逃したくないみたいな。ね、もう支離滅裂なね、話通じねえみたいな。そうだったの、なんか もっと別のところに怒りがあって、それをぶつける相手が欲しかったみたいな感じじゃないですかね。ね、なんか通りすがりで出会った人じゃなくて、じゃあそんなんもう政治に対してぶつけてほしい。政治に。なるほど。個人にぶつけてやってもしょうがないですからね。そうせならもっとこう大きなところに向けた方がいいですよね。そう、本当そう思います。うん、他にも怒るべきこといっぱいあるのに、まあ優先席がどうのこうのってのどうだっていいじゃないですか。こっち女じゃないですか。あんまなんか。すごい超高齢ってわけでもない男の人に譲るっていうのは抵抗あって、別に辛そうにもしてなかった。なるほど。そうそこはそうなってくるとちょっと意見が分かれるとこかもしれないですけどね。いやよく分かる。でもあれですよね、ももさん疲れてますからね。そう、体調悪いんで実際。その時もなんかね、足がすごい痛くて。ああ、そうなんですね。そう、別に理由なく座ってたわけでもないから。ああ、確かに結構そういうのって確かに私も知ってますね。あの、パッと見ではわからない障害がある方が、あ、そうそう、いるじゃないですか。若い人で、ヘルニアとか。若い人でで、やっぱりそんなに辛そうでもないお年寄りからすごい文句言われて、その障害者手帳を見せるまではずっとごちゃごちゃ言ってたみたいな。それは聞いたことありますね。いや結局もうそういう人って実際だって自分は全然残る元気があって辛くないんだから、譲ろうとしたら譲ろうとしたで年寄り扱いしてとか言うし。あ、まあ確かに怒る原因がね、別のところにある人は何されても怒るわけですからね。そうなんですよ、もうなんかこっちから絡んだら負けみたいな。確かに。普通に言えばいいんですよね、お互いの意見を言えるようになっていればね、もうちょっと考えがね、そうなんですよね。しかもなんか別に若い人が私だけなら分かるけど、なんかその隣もその隣も若い人で、一番しかもそのおじいさんの近くにいた人も若いサラリーマンだったのに、なんで私に言うんだろうと思って。なるほどね。やっぱなんか弱い方に向かうんでしょうね。あ、絶対そうですね。言いやすそうな人っていう、
かそういうのが透けて見えるからこっちも反発したくなっちゃうじゃないですか。そうですね。そういうのは本当に確かに嫌ですよね。そう、女だと思って舐めやがってみたいな。そう、本当おじさんおばさんって弱いもんに絡んでいくから絶対ヤンキーっぽい人に言ってこないじゃないですか。うざいんですよね、それも。なんか知り合いのヤンキーの人も普段は金髪で怖い感じなんだけど、なんかある日おかっぱにした途端すごい絡まれるようになったとか言ってて。なるほど。え、男性ですか？男性です。なるほど。なんか黒髪でおかっぱにした途端なんかめっちゃないろんな人に絡まれるようになったとか。あると思いますよ。もう人は見た目でやってますからね。ね。なんかちょっと違いますけど、お医者さんがみんなすごくこうひれ伏すじゃないですけど、よろしくお願いしますとか、あ、先生おはようございますとか、すごいこう下からな感じで、こうニコニコしてくるのに、たまたま白衣を脱いでしてたら誰もそっけなくて受けるそういうもんですよね。そう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 、なんだよみたいな、俺の顔も分かってなかったのかみたいな、なんか、あ、白衣を着てるっていうのでも先生様だみたいな、それだからむしろなんか無視されるぐらいの勢いで誰だお前みたいになっちゃって、すごいなんか憤りとがっかり感があったらしいんですけど。本当なんか露骨な人いますよね。いますよね。でも権威にね、それはありますよね。ですかね、さっきよりもこの頭もここら辺かなり痛かったところなんですけど、はいはい、まだ痛いは痛いと思うんですけど、はい、まあ、軽くなってますよね。そうですね、あ、やっぱりくすぐったいですか？くすぐったい。肩はでも一応その左右差がさっきよりなくなってるので、首は動かしやすくなってると思います。確認をしてみてください。首やらせていただきましたけど、はい、頭ですね。主に頭の方、大きめにちょっとかかるだけで、いかがでしたか？あ、すっきりしました。はい、首最初の少しお辛そうでしたけど、ちょっともう一度改めてやっていただいていいですか？ちょっと下げたり右左。あ、でも本当、全然、はい、ギギギって感じがちょっと滑らかに動く感じになりましたかね。はい、いきますね。この背中反らす感じ、胸を伸ばすような反らすような気っていうのも最初に比べるとかなりね、きやすくなって、背骨に弾力が出てきてますね。ちょっとね、ご自身でもこうちょっとやりづらいと思うんですけど、後ろの方にですね、腕を持っていく。ちょっと痛いですけどね。なるべく、はい、きつすぎない範囲で、ちょっと痛いなっていうぐらいのところまで、はい、こうしていただいたりとか、こう後ろに手をつけて、こう開く感じですね。ちょっとこういうと、こうとか。はい。やっぱりね、腕周りも含めて、やっぱ硬さが、
あるので、はい、はい、多分こう全身ですね同じ動作ですよね。やっぱりこうあんまりこう後ろに伸ばしたりですとか、うん、上に上げたりとかっていうことがかなり少ないと思うので、うん、それがないと、まあ、ギギギって感じに、ね、なっちゃう、油切れしてしまうので、極力まあちょっと折々1日のうちに1回でも2回でも、うん、なるべくこういろんな動作をしていただいたりですとか、あ、はい、ちょっとね、側面とかね、ちょっと別の動きをして、あの普段とは違う部分を使う、伸ばすそういうことですね、うん、やっていただくといいですね。結構これだけでもこう体に滑らかさが出たりとか、あったかくなってきたりするので、うん、どうしてもこうじーっとしてると体も冷えてきてしまいますし、あ、そう思うとやっぱラジオ体操とかいいですね。あ、すごくいいですねやっぱ動かしやすくなりますし、うん、あの左右差が取れてくるので、うんうん、やっていただくといいと思います、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。